双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに双葉町教育委員会教育総務課から婦人学級生活学級についてのお知らせです。婦人学級生活学級は双葉町民の方ならどなたでも参加できる学級です。12月9日火曜日、いわき市南台すみれ婦人学級では午前10時からだるま市作品作りが行われます。また福島市仙壇婦人学級ではアクティブシニアセンター会おうぜ大活動室においてブローチ作りが行われます。12月10日水曜日午前10時からいわき市桜婦人学級では第3集会所において作品作りが行われます。12月11日木曜日、白川生活学級では生きがい趣味講座として閣内応急仮設住宅集会所において午後1時30分からタブレット教室が行われます。また12月12日土曜日、仙台市姫萩婦人学級ではイルミネーション見学と忘年会が開催されます。参加される皆さんは午後5時に仙台三越ライオン像前にお集まりください。詳しくは双葉町教育委員会教育総務課障害学習係、電話 0246-84-5210 番までお問い合わせください。続いて健康福祉課から個人線量計についてのお知らせです。双葉町では本年度も個人線量計の構成を予定しております。対象となる線量計は健康福祉課で貸し出し中の富士電機製の白い銅髄です。対象の方には12月中に線量計提出のご案内と返送用の封筒などをお送りしますので、返送くださいますようお願いします。線量計は精密機械です。年に一度の校正をすることにより正確な測定ができますので、必ず校正してください。詳しくは健康福祉課、電話 0246-84-5205 番までお問い合わせください。おしまいに、双葉町復興まちづくり長期ビジョン中間報告に関する意見公募についてのお知らせです。双葉町では町民の有識者等からなる双葉町復興推進委員会から報告のあった双葉町復興まちづくり長期ビジョンの中間報告について、町民の皆様からご意見を募集しています。この意見公募について全世帯へ資料を郵送しておりますので、内容をご確認の上皆様のご意見をお寄せください。提出期限は12月14日まで。同封しました記入用紙を双葉町役場いわき事務所復興推進課へ返送願います。詳しくは復興推進課、電話0246-84-5203 番までお問い合わせください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町復興支援員
小林達弘さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は双葉町復興支援員の小林達弘さんに伺っていきます。小林さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小林さんは現在双葉町役場で働いてらっしゃいますよね。はい、はい、で双葉町復興支援員として働いてらっしゃるんですけれども、この復興支援員というのはどんな制度なんでしょうか。はい、復興支援員とは法務省の制度になっていまして、はい、見守りの支援であったりだとか、はい、地域活性化の、仕事をする役目として支援制度になっています。はい、で主なお仕事としてはどんなお仕事なんですか。はい、今双葉町の復興支援はふたサポという名前で活動してまして、はい、大きく2つのお仕事をしています。はい、1つがですね、広報支援ということで、うん、町の秘書広報課の皆さんと主にお仕事をさせてもらっているチームと、はい、あとコミュニティ支援といって、主に生活支援課さんとお仕事をしているチームと2つあります。はい、はい、でこのふたサポっていう名前がまず可愛いですね。はい、でひらがなで書くんですね。はい、そうです。で双葉町復興支援員、略してふたサポで、はい、そのふたサポでお仕事しているお仕事っていうのは2つあって、大きく分けると2つあるんですね。で小林さんはどういったお仕事に携わってるんですか。はい、私は主に広報支援というところでお仕事をさせていただいてます。もともと映像の制作をの動画の制作の仕事をしていたこともあって、うん、はい、あとインターネットでの情報発信のお手伝いであったりだとか、うん、あと動画の編集というところでお仕事をさせてもらっています。小林さんはもともとそういったお仕事をされてたということですけれども、ご出身はどちらなんですか。はい、東京都の出身です。うん、じゃあ東京でずっとお仕事されてたわけですね。はい、この復興支援員にこう応募しようと思って応募したわけですよね。自分の動機があったわけですよね。はい、何か、そうですね、こういった今双葉町で皆さんが離れて暮らされているところで、うん、町の皆さん役場の方々も、はい、やっぱ情報発信というところでかなりご苦労されている部分が多くて、うん、そういったところをなんとかお手伝いできないかなと思って応募させていただきました。まあ、ご自分のお仕事をしながらの応募だったと思うんですけれども、不安とかそういったものはなかったんですか。そうですね、やはりどういった状況なのかというところもよく知らないところで来たので、うん、まあ、そういったところもすごく不安の部分もあったんですけど、うんうん、本当に皆さんに温かく迎えていただいて今お仕事をさせてもらっている状況です。ふたサポートして現在働いてらっしゃる方っていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。はい、全部で9名いまして、はい、いわきに4名、うん、郡山に3名、うん、埼玉に2名の全員で9名の方で、はい、9名で交流もあるんですか。はい、チームでは常にインターネットを使って情報交換をしたりだとか、そういった形で常に交流しながらお仕事してます。なるほど。そうすると例えばいわきや郡山や埼玉の情報が一つにまとまって、それを発信するお仕事もできるわけですもんね。はい、そうですよね。まあ、広報支援ということで情報発信が主なお仕事になっていると思うんですけれども、はい、情報を発信すると一言で言ってもこれまたちょっとね難しいと思うんですよ。いろんな方法があると思うんですが、今特に力を入れている情報発信ってどんなものが挙げられますか。今町の方でタブレット端末の配布を行っていまして、うん、はい、そちらのまず配布のお手伝いを最初させていただいたんですけども、はい、現在配布がだんだん落ち着いてきまして、うん、今はタブレット端末に載せる情報作り、うんうんうん、先ほど言ったような動画であったりとか、はい、Facebook、YouTube といったインターネットでの情報発信というのを今お手伝いしている状況です。うん、双葉町でその皆さんにお配りになっているタブレット端末っていうのは実際にインターネットがもう使える状態のものをお配りになっているわけですね。はい、はい、そうするといろんなことが情報として得られるわけですけれども、例えば Facebook はもうこれは更新する作業が必要だと思うんですが、そういったこともやってらっしゃるんですか。はい、
こちら今全員9名で、双葉町 の、 Facebook の公式ページの運営のお手伝いをしていまして、はいはい、各地の情報を上げています。はい、例えばどんな情報がアップされてますか？そうですね、先日行われた、作品展覧会であったりだとか、はい、あとは、パークゴルフ、町の方でやっているパークゴルフイベントであったりだとか、はいはい、そういったものを挙げています。皆さんがいろんなところに集ったり見に行ったりしているところの情報もねアップしているということですので、はい、なんか懐かしい顔が見えるわなんていうね話も聞かれそうですね。はい、はい、そうですね、ぜひ、はい、皆さんに見ていただきたいなと。本当ですね、一生懸命作ってますのでね、はい、活用していただきたいなとも思います。それから動画をね作ってるというお話先ほどから出てましたけれども、はい、例えばどんな動画がありますか？はい、最近では、ふるさとの祭りといって福島で行われたお祭りに、はい、双葉町から3団体の方々が出演されていて、はい、そういった形で伝統芸能の撮影を行って、動画の配信を行いました。私も実際に見させていただきましたけれども、あれは残しておいた方がいい映像ですよね。はい、伝統芸能っていうのはやはり今後も継承していくべきものですからね。はい、でまた素晴らしくこう見応えのある映像になってますので、皆さんもね動画ぜひご覧になっていただければなと思います。はい、ぜひ見ていただきたいですよね。はい、また双葉町のタブレット端末にはこの放送が聞ける、アプリも搭載されてますよね。はい、はい、いわき FM のアプリケーションを入れさせていただいてます。ありがとうございます。活用していただきたいと思います。はい、現在タブレット端末、ね、もしかしたらお手元にない方もいらっしゃるんじゃないですか？そうですね、まだ、全世帯ということには配布にはなっていないので、こちらお申し込みをしていただいた方に配布するという形になっているので、ぜひいろんな方に申し込みいただけたらなというふうには思っています。そうですね、使っていただきたいですね。まだお申し込みしてない、忘れてたという方、どちらにお電話したらよろしいでしょうか？はい、今町の方で運営をサポートさせてもらっている事務局の方があるので、運営サポートセンターの方にお電話いただければなと思っています。電話番号をご案内いただけますか？はい、0120-916-037になってます。0120-916-037、お間違いのないようにお願いいたします。では双サポとしてこれからも小林さん頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。